能登半島地震で被災した建物の倒壊などによる二次的な被害を防ぐため、県と生駒市の職員が石川県に向け派遣されました。応急危険度判定は、地震などで被災した建物を調査し、余震などで倒壊して二次的な被害を出す恐れがないか判定するものです。今回の派遣は国土交通省からの要請を受けたもので、今朝、県分庁舎では被災建築物応急危険度判定士として登録されている県と生駒市の職員合わせて6人の出発式が行われました。皆様方にはただいまから能登半島専門知識を遺憾なく発揮し適正な判定活動に従事いただきますことをお願いを申し上げます。県外の被災地に判定士が派遣されるのは2018年の大阪北部地震以来となります。多くの建築物が被災されてて倒壊してですね、命に関わるような二次的災害を防止することが非常に重要だと考えております。被災地の皆さんに少しでもお役に立てればと思ってまいります。判定士らは明日から15日まで石川県の穴水町で活動に従事します。また県は避難所に身を寄せている被災者の健康管理や衛生状態の管理のため保健師など4人を能登町に派遣するほか、その後も別の保健師らが2月末までの予定で派遣される見込みです。